なになに、あれ、おい、ちょっと待って、迷路って、迷路になってる、おい、迷路になってる、ちょっと待ってよ、お前。子供チャレンジとかでさ、ちょいちょい見かける、迷路になってるぞ、お前。の、通路が変わっている。記憶のねじ曲げですね。夢は、例の記憶に沿って作られます。ですが、夢を作った自然は、記憶をねじ曲げて、通路の形を変えたんです。正真正銘、最後の悪ガキというわけですね。で、出られるんでしょうか。大丈夫です。問題ありません。そうだよ。あ、ルナ、お兄ちゃん、おう、ずっと離れとったけんちょっと心配なところあったけど、無事だったんじゃ、ルナとノエさん。な、なんですこの赤い光は。赤い糸の呪いは、俺が夢の中で迷わないようにルナがかけてくれたものです。この赤い糸をたどっていけば、ルナのいる場所まで帰れます。行きましょう。出口はこっちです。は、はい。おお、こうやってさ、あれ、赤い糸が途切れてるっていうさ、お兄ちゃん心配だから来ちゃった、てへぺろ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 って言うたら、ルナちゃんがおったら、俺ルナちゃんの顔面殴ってる。出れたー、よかった。てへぺろぺろぺろパターンはなかった、よかった。もうすぐルナたちが待っている家に着きますよ。ま、待ってください。どうした、寺野、寺野さん、え、なんか悪い予感がしてくるよ。ちょっと悪い予感してきますよ。あれー、このタイミング、このタイミングですか。いや、予想はしとったけどさ、え、静江が倒れてから、カードの様子がおかしいです。寺野さん、私はここ前のようですね。寺野さん、いやさ、ここまで元気生きとったやん、お前。なのにさ、ここまでのようですねって、逆に声までなんでよく行けたんだって話や、お前。なんでここまで来て最後まで行けない、なんだろう、もう少しやん。もう 42.195キロ のさ、 0.195キロ のあたりだよ、お前今。多分それぐらい。もう自然の能力はなくなりかけてるのに、どうして今頃。運命だったのかもしれません。運命、ベートーベンだよ、お前。ベートーベン、お前。20年前のあの日、自然に心を奪えたあの日、家族を失ったあの瞬間、私はこの村と自然と共に消える運命だったのです。寺野さん、え、ノエちゃん連れてこよう。娘のこと連れてこよう。ノエさんを連れてきてあげよう。親子だと知らないままにしちゃいけない。寺野さん、ここで待っていてください。すぐに戻りますから。あれ、過去の日付かな。お前はどうしても私たちを許さないのだな。何十年何百年と呪い続ける、つまり死ぬまで私の呪縛を解かないと、そういうことなのだな。分かったよ、しずえ。ああ、身を投げた。お兄ちゃん、ノエさん、急いで寺野さんのおもてへ行ってください。どうしたの。いいから早く、手遅れになってしまう前に。
なってるんだよ手遅れに。人魚の夢が消えていく。男たちの色欲を利用した人魚失恵。しもべとなった鱗たちに足元を救われ、静江の復讐は終わりを続けた。そして明日が来た。おお、元に戻ったな。俺たちは静まり返った。水味噌を後にした。結局夢の見る夢、例の見る夢から一人も救い出せなかった。男性たちはみんな人魚の夢に消えてしまった。てるくん、お兄ちゃん元気出してね。ねえお兄ちゃん、これで最後になるかもしれないから、ここでお話ししていこうよ。生存者にタッチしてください。悲しい、何その悲しい人も一文は何なん。これ適当にこの辺押しとったら実は「おーい」とか言うてテラノさんできたりするんかな。テラノさん出てきてくれ、テラノさん出てきてくれ。あー、テラノさん、テラノさん、寺野さんがいないのか、いないか。ああ、くそ、前々だったらこの辺にさ、なんか予想もしてないものがおって、それクリックしたら出てきてみたいな感じがあったんやけどさ、ないんか。のえちゃん、今回はテルクに助けられちゃったね。結局俺は自然に怖えるために20年前から呼ばれていたのだな。てるくん、20年前に呼ばれたってどういうこと？自然の能力は2つあったんです。1つは人魚の歌で男性を自らの元へ呼び寄せる力、もう1つは過去からの呪いをかける力が。過去からの呪い？昨夜俺が人魚の夢へ入った時、過去の映像を見せて俺に呪いをかけたんです。その結果俺は20年前から呪いがかかったことになり、今回この村へ呼び寄せられた。こういうのをタイムパラドックスと言うらしいですけど、時を超えた呪いをかけられるなんて。でももう人魚静江は夢の中に消えたんです。ネットに流れた人魚の歌も、自然の霊力がなくなり効力を失われるでしょう。もうこの事件は解決だ。そっか、全部終わったんだね。ちょっと待って、その全部終わったんだねって言い方さ、このゲームに関してはさ、ちょっと怪しいよな。まだ終わってないぞみたいな感じの展開になりそうな気がするやもん。なんかそうな気がするやもんな。終われば一番いいんやけどさ、まさかっていうのがありそうな気がするんよな、ルナちゃん。ルナ、今回もついてきてくれてありがとう。私はお兄ちゃんと一緒ならどこでも行くよ。地獄でも一緒だよ。お兄ちゃんが怪奇探偵をやりたいって言った時は驚いたけど、私たち二人ならこれからもやっていけるよね。ルナがずっと俺を思っていてくれるから強大な時間にも立ち向かえるんだよ。ありがとうルナ。これからもよろしくねお兄ちゃん。それじゃあそろそろ行こう。あ、ちょっと待って、どうした？おお、記念撮影、写真を撮っていこう。タイマーへ撮るからそこに並んで。え？いやさ、なんかさ、それ完全にさ、なんか映っちゃいけないものが映り込む流れですよね。皆さんやめて。てるくん、ほらもっと近くに。お兄ちゃん
笑顔でね。はーい、なんか不思議となんか左側ちょっと開いてます。ちょっと不自然な感じに右に寄ってませんか、君たち。怪しいですよ、この左側ちょっと怪しいですよ。怪しいと思いますよ、私は。いい思い出になったね、お兄ちゃん。うん、そうだな。あ、バスが来たよ。乗りましょう、みんな。お、皆さん、ご無事だったんですね。え？そういえば、どうして薄ぶらへ行くバスが出ていたの？廃村だったのに。歌が聞こえたんですよ。それはラジオから流れてくる美しい歌声でした。その歌を聞いて以来、路線から外れたこの場所を通らずにはいられなくなってしまった。ウツボウナはもう廃村だってのに。でも追える人も多くておかしいなって思ってたんですよ。それって何はともあれ、皆さんご無事でよかったです。さあ出発しますので、座敷についてください。うん、バスの運転手さんも人魚の歌を聞いた犠牲者だったのか。まあよかった、この運転手さんはあの鱗に並んで済んだんやけん、よかったよかった。終わったのね。長いような短い旅だったね。テル君たちはこれからも人々を助けていくの？俺の夢見る力はまだ弱い能力で、例の見る夢に入ることしかできません。だけど、亡き母のように人々を助けていきたい。これからもルナと一緒に力を合わせて。そうだぞ。助けることに力が強い弱いなんか関係ないんだ。頑張れば何でだってできるさ。人間の底力っていうのを見せてやるんだ。ねえ、私にも手伝わせて。え？せっかく友達になれたのに、あなたたちのことを知ることができたのに、離れ離れになってしまうなんて寂しくて。ノエさん、俺たちといたら危険が多くなるよ。うん、多分一番危険にさらされるのはテル君じゃないかな。ノエちゃんが一緒におってラブラブするところを、ルナちゃんがさ、ルナちゃんがヤンデレパワーでテル君のことを追い詰めちゃうかもしれないよ。お兄ちゃん、ノエさんと仲良くしすぎはダメだよって言うてね、喉元にカッターナイフ突きつけてくるよ。お兄ちゃんのことは私がサポートするから大丈夫だからね。ノエさんが入り込む余地はないんだよ。おっと、宣戦布告です、宣戦布告です。ルナちゃん、そっか、ルナちゃんにはかなわないもんね。赤い糸で呪いをかけた不思議な力でテル君を助けてあげてね。うん、敵が消えました。また連絡するよ、ノエさん。うん、元気でね、二人とも。私、どうしてこんなことを言ったんだろう。どうしてもテル君と離れたくないと思ってしまった。村での事件を通して恋心が芽生えたな。いえ、普通の恋愛感情とは違うテル君に対するこの気持ちは、もし言葉にするなら色欲が最もしっくりくると、そんな気がした。人魚が連れ去られたウツボ村、人魚の歌に翻弄された男性たち、哀れ、私の祖父が残した罪、ゲルティ、本当に全部終わったのね。写真撮っておこう、私が生まれたあの場所。はい、映ってる。ちょっと薄く映ってる。気づかんのかい。さよなら、私のふるさと。
あ、歪んでますよ。あ、歪んでますよ。ちょっと、のえちゃん歪んでますよ。呪われてますね、あなた。さては呪われてますね、あなた。ああ。え？あ、とりあえず、え？まあ、とりあえず一通り平和な感じで終わったんじゃ。はあ。まあ、なんか、このまま続くような感じがするような感じではあったけど、よかった。とりあえず、グッドエンドだったかな。このゲームね、エンディングは、なんか、二つあるらしい。二つなんかな。なんか、一応、エンディングの分岐があるらしいんやけどさ。生存者リスト。夢見てる。夢見るな。あれ？あ、ってことはこれさ、頑張ろうとすれば、この死亡し、え、ちょっと待てー！のえちゃん死んでる！あー！のえちゃん死んでる！呪い殺されてる！なんか知らんうちに呪い殺されてるよ！その後、私はてるくんたちと和解だ。呪いのかかった人魚の歌はいつの間にかネットの海から消えていた。だからもうウツボ村に人々が襲えることはないでしょう。あー、なるほど、このタイミングか。最悪のタイミングで起きてしまった。え、ここは私の部屋？あの後、私はテル君たちと別れてアパートに戻ってきた。人魚静江は夢の中に消え、事件の全ては解決した。でも、あの村の出来事の中で、私にはある疑問が残った。何？私はどうしてあの村へ行ったのか。え？私がウズボ村を訪れた理由。ネットで人魚の歌が流れて、失踪者の行き先があの村だったから。そこは私が生まれた故郷だったから。理由としては納得がいく。けど？だからって、私はどうしてたった一人であんな場所まで行ったのだろう。友達がいないからじゃないの？危険かもしれない廃村に一人で行くなんて、普通じゃなかった。どう考えても。テル君が言っていた、もう一つの静江の呪い。まさか、私も過去に人魚静江と会っていて、ウツボ村へ行ってしまう呪いをかけられていたんじゃないか。考えすぎなのかな。もう人魚静江はいなくなった。気にする必要はないのかもしれない。でもこの不安は何なの。はーい、不安の正体はこれです。映っています。気づきちゃった。窓の外に誰かいる？ここは3階でベランダもなく、外に誰かが立てるスペースはなかった。ポロン言っちゃった。なんでこのタイミングでポロン言っちゃった。ちょっとビクッてしたよ、お前。俺の後ろに本当に誰かいるみたいな感じになってるよ、お前。やめろよ、お前。ゲームシステム。ちょっとこれは今のはね、ちょっとね。まあ、ちょっとした不具合ですからね。気にしないでね。よし、続き。窓ガラスに映ったお出しではない。何か青白い顔のようなものが。だ、誰？窓を開けたくない。真実なんて知りたくないはずなのに。自分の意思とは違う運命的な何かに風が動かされているようだった。はい、どうも、こんばんは。あ、
ああ、私の元へ来い。そして誰もいなくなった。そして水見の絵は謎の失踪を遂げた。そうきたか。